こちらに展示してあるテラドルフィンは翼の長さが4300ミリあります。この機体は長距離の無人航空機と呼ばれ、長距離で広域な情報収集をするために研究開発を進め、実装化をしてきました。災害対策において安定的に情報収集するためには自分たちで新たな機体の設計を行い、そしてフルコンポジット成型という軽くてしなやかな機体として再結設計をし、そして機体がすでに出来上がりました。これから飛行試験を行います。